皆様、地域包括支援センターってご存知ですか？地域包括支援センターでは、高齢者が地域で安心して過ごしていただくための相談窓口であり、地域と連携して高齢者の見守りに取り組んでおります。次に地域包括支援センターの業務について紹介いたします。大きく分けて4つの業務がございます。 1. 地域の高齢者の総合相談。 2. 虐待や成年後見制度利用の権利擁護。 3. 介護保険サービスが必要にならないように予防する介護予防支援。 4. 住み慣れた地域で生活を送り続けていくために、地域の社会資源の情報提供や関係者とつなぐ包括的継続的ケアマネジメントの4つがございます。今回はその中でも見守りキーホルダーについて詳しくご紹介いたします。皆様こんにちは。今日は何でも質問に答えるよ。羽根君、なんか聞きたそうだね。区法に書いてあった見守りキーホルダーって何？それはね、外出先で万が一事故に遭ったり転んだりした時のお守りになるんだよ。ご家族に連絡がスムーズにいってとても便利なんだよ。特に元気に出歩く方には役に立つんだね。誰でももらえるの？大田区民で65歳以上の方だったら誰でも登録できるよ。キーホルダー登録はお住まいの地域の包括支援センターでできます。ご検討ください。緊急時の連絡先が必要だから、家族などの連絡先が分かるようにしてから地域包括支援センターに来てね。その他の登録には何が必要かな？万が一の時には救急との連絡もするので、かかりつけの病院の連絡先を分かると嬉しいな。見守りキーホルダーを知ってくれる人が増えるともっと便利になるね。そうだね。地域で困っている高齢者がいたら見守りキーホルダーを持っているか確認してみてね。はねぴょんも確認してみるって。ありがとう。みんなも確認してみてね。お願いします。ちゃんに紹介してあげて。気楽に地域包括支援センターに来てね。地域包括支援センターは出張で登録会を行うこともあるよ。そうだね。お家から出るのが大変な人もいるから、そういう人たちには私たちがお家に行って申請もできるよ。じゃあハネピョン、早速見守りキーホルダーを登録しに行こう。せーの。見守りキーホルダーの登録をお願いします。